6月15日今年も野外音楽フェス大宴会が会津山村道場地内で行われました。もう一回中森康弘のギターソロを弾きます。アズマミッツスチルドレン。今年は記念となる10回目です。大宴会には若者や家族連れなど700人以上が訪れました。会場の入り口の旗や看板ののれん、手作り感満載です。来場者は草の上やテントに寝転び、音楽を聴きながらゆったりとした時間を過ごします。ここだけで味わえる自由な空間です。音楽のほかに目立つのはおしゃれなお店。そうです。これがうちのショップカードで、普段は宿泊施設でゲストハウスをやってます、はい、手作りの看板や手作りの商品、人を引きつけます。はい、コーヒー の焙煎も始めてやってるんですよ。あ、じゃあ、ゲストハウスはご主人。ドライフラワーのお店、福島市からです。ドライフラワーのような、ドライフラワーになるような花が、基本的には生のお花を、フレッシュなお花をご用意してるんですけれども、今年から新しい新ラインでこういったドライのものとかをご用意させていただいてます。でこういうイベントの時なんかは生のお花をお持ち帰りいただくのが難しいという方も多いので、暑さ寒さとかにも対応できるようにこういったものをご用意させていただきました。南会津町内に拠点を置くアロマを販売する18日、アロマ入りのスライム作り体験を企画していました。さっきさ、ちっちゃい友達にピンクのちょっと触らせてもらった。聞いてさ、触らせてもらったもん。触らせてもらった。じゃあ、押さえてるから吐き出して、ずらあとこっちも手でベーッと剥がして、あ、匂う、そう、結構触ってるといい香り、手がいい香りになって結構癒されるんですよ、ね、癒されますかって聞いて、癒されるもう、じゃあ、うわすごいベッタベタだし、香りどう、いい匂い、なんだかバラの匂いがする。バラの匂いで、取れなかった。本部テントでは地酒を PR。 金賞取りましたね、今年ね。そうなんですよね、サンクラ、はい、出店してます、はい、今日は大宴会の運営の出店ブースということで、その中で主販ブースを担当させていただいてます、はい、今ちょっと来てください。
今回の目玉はそうですね、やっぱりあの今年、出品したサンクラが、全国鑑評会で金賞をいただいたので、そのサンクラの金賞受賞酒の飲み比べセットをお出ししてます。ちょっと教えてくださいね。はい、これちょっとすみません、ちょっと怖い言葉で。これが特権さんの特選の大吟醸ですね、こちらが海藤男山さんの金賞受賞酒の大吟醸です。でこちらが会津酒造の大吟醸田島です。田島ね、そうですね。はい。精米部合が、35%、外側の 65% を削っちゃうというお酒なので、非常に、高価なお米を使って作ってます。はい。はい、じゃあお願いします。ラストなので、はい、満了いかない可能性があるんですけど、ご了承ください。はい、500円です。ディスカウントで500円です。マスも合わせて、1100円になります。じゃあ、保険さんで。保険さんで。味わって。あー、すごい。爽やかで美味しいです。メロンみたいな。ありがとうございます。ぜひお楽しみください。いただきます。ありがとうございます。多くなるか少なくなるかだけですから、あの花咲いて45日かかっちゃうんですよ。うん、なので、あの多分これ植えると1週間もしないうちに急激に成長し始めますから。すごいな。あ、後ろからはこうです。じゃあ前はなんか勝手に置いてくれました。これなんていうんだっけ、出張所と森レコです。はい、初めてですかと、今年2年目です。はい、森レコはもう2回目です。はい、そうなんですね。え、なんかこれだけでこんなに雰囲気違う。そうですね、すごいやっぱりボリューミーにいただきます。あ、はい、かったなってところあれば教えてください。なんかのんびりゆったりできる雰囲気がすごいとても落ち着いていて、はい、また来たいなと思います。はい、若者や周辺の仲間が集う大宴会、この優しい雰囲気が気に入って何度も訪れる人がいます。あ、そうです、そうです。はい、何年くらいスタッフですか？私5年目です。訪れるうちにスタッフとして参加する若者も多くいます。そう、僕は那須です。那須から、はいはい、スタッフとして。そうですね、企画から。でちなみに今年のポスターの絵は僕が描いてるんですけど。そう、乾杯の。そう、僕は3回目からなんで7年目ですかね。はい、ね、なんかね、ずっと1年に1回本当ここで、あ、久しぶりって会う子が結構いるんで、もう少し若い人が関わってくれるともうちょっといいですね。お子さんがたくさんいらっしゃって遊び場があるのが他と違ってすごくいいかなっていうのはありますね。はい、訪れるうちに運営する側となった若者ら、さらに工夫を重ね来年の開催に向けて意欲的でした。緊張してます。はい、あのスタッフさん。あ、そうです、そうです。はい、何年くらいスタッフですか？私5年目です。私は会津若松からです。出た。あ、そうですね、なんか大宴会はイベント自体もすごいなんかちょっと緩くてほのぼのしてて、なんか家族連れでも楽しめるのと、あとなんかスタッフやってると結構いろんな人と知り合えたりとか、なんかすごい自然の中でなんかお客さんもスタッフも気持ちよく過ごせるフェスです。で、つい5年。そう、気づいたら5年。じゃあまた、はい、はい、また来年も。はい、ありがとうございます。入れるといいですね。頑張ります。